エンジョイライフセミナー in 岡山いかがだったでしょうか今日は。自分らしくっていうテーマでお話伺ったんですけれども、すごく自分らしくっていう鎧を着るとかではなくて、ありのままの自分っていうことが自分の軸であり芯であり、そういう大切な部分を出して生きていけるっていうことがこれからすごく大切な時代であり、そこがとても必要だっていうことが腹に、くぐるっていう部分も含めて感じることができた良いセミナーでした。終わりです。ありがとうございました。